起点付近の中央分離帯にある北海道神宮の石表北一条宮野沢通りは札幌市中央区から手稲区に至る都市計画道路。区間により国道230号、北海道道124号宮野沢北一条線、主要市道9902号南19条、宮野沢線となる。開拓期には札幌の中心部から ことに方面へ行く道路は北五条通りと南一条通りしかなく、北一条通りは西二十丁目あたりで行き止まりになっていた。北一条通りが国道に認定されるのは1947年になってからであり、札幌新道や創生川通が開通するまでは、起点となる札幌駅前通りから西二十五丁目までは国道5号として札幌トータルを結ぶ。 感染道路になっていた。北原白州作詞の同様、この道の、この道はいつか来た道は、北一条通りがモチーフになっている。北一条宮の沢通りは1993年に全面開通し、その後は慢性的な交通渋滞などを解消するため、国道230号延長約1 1トル区間の拡幅事業を行った。2002年には、 国の直轄駐車場、北一条地下駐車場が共用開始した。区間道路施設北一条宮野沢通りは、札幌駅前通りから北海道神宮の前を通り、救急公園内を横断して、国道5号に至る道路になっている。起点から西八丁目通行査点までの約500メートルは、明治の初期に開拓資本庁舎の外周路であった名残として福音が、 約36メートルになっている。札幌市中心部から、円山や、手稲山山6を東西に横切るため、札幌市内の街路としては珍しく起伏に富んだ道路であり、西のトンデン2から終点となる国道5号までは、勾配6%の区間が約1000メートルあることから、ロードヒーティングを付設している。ありがとうございます。